はい、半間家の本家の半間岩尾先生です。2018年、12月16日に日曜日ですね、3時12分、過ぎになります。近くの霞って買い物1万円ぐらいしてきました。スーパーですね、非常に手頃に、のものがあるん で行ってきました。割引のね、午前中には行けなかったんですけど、お昼過ぎですね、午前中行くと1割引きなんでね、消費税が免税されるんですけども、で、今回ね、人間たちをね、騙すね、宇宙生物がいるんですよ。で、人間よりか賢いんですけれども、悪い宇宙生物でね。で、私にはね、人間、本物の貴族なんで、人間には誰も一人味方はいないということはご存知でしょうかね。で、それでね、私は人間の上の生物である、能力者であるということを説明してるんですけども、生物は宇宙全体で生きてましてね、その力でね、生命は働いてるわけですね、動いてるわけですね。で、そのことをよく騙すね、人間よりか賢い宇宙生物がいまして、地球に私しかいないから簡単にやっつけられるとかね、人間たちによく嘘つくんですよ。それで攻撃させるんですね、人間たちにね、上の生物、本物貴族、私に対してですね。人間には誰一人味方いないんですよね。だから、それで悪い宇宙生物がね、私の敵である宇宙生物が人間たちを騙して、上の生物なんでね、地球には味方いなくてもね、宇宙全体はもっと生物多いわけですね。で、能力生物が支配してるわけですね。ね。で、その人間の頂点、人間の中に一人しかいない頂点のね、能力者に対して、やっつけることはできないんですね。人間ではね。人間がいくら100億人でもね。ということでね、やっつけられても後で、処分されるわけですね、人間たちはね。ことができるわけです、上の能力者なんでね。例えばライオンが人間をね、食うようでしたら、ね、やっぱり処罰しますでしょ、ライオンをね。癖が悪いからね、そういうふうに安全にするためにね、人間を癖つけたらまずいということでね、処分します。同じように私の方も人間にそうしてるわけですけども、人間全員ね、上の能力生物なんで、人間はまあ道具を使う、ライオンみたいなもので、強肉食生物なんですね。道具を使うんでかなり強いわけですけども、ということでね、私しか上しかいないから簡単にやっつけられる、まだやっつけないのかっていう、まだなのかっていうんだけど、この暗号はまだ殺せないのか、誰も殺さないのかとか、そういうことをしょっちゅう言ってきます。で、人間も言ってきます。それはまた人間の上の私の敵であるね、知能高い宇宙生物が人間によく教育するわけですね。嘘ついてね、上の能力者は一人だから、私は一人だから人間まだやっつけられないのかって、処分できないのか殺せないのかって言ってるわけですね。これは先ほども今帰ってきて、頭テレパシー聞いてたらそういうね、社会の動きに入れてたんで、また修正させるって、危ないんでね、こちらの方殺されちゃったら大変なんで、後で上の生物なんでね、人間全員処分できるんでダメですよってことで、そういうこと一切教えないわけです。人間よりか知能が高い、ただバクテリアの無数にいるんで人間よりか頭良くなってるわけですね。人間の100億人以上、その100億人ぐらい、100億人分ぐらいの
あのバクテリアとか、ね、生物ですか植物とかね、そういう、ね、動的ができる だけじゃなくてもね、知能がある植物も多いですから、宇宙ではね、まあ、そういうことで注意していただきたいのは、ただ人間たちと一緒に活動したり、また東京生まれで、私東京世田谷区成城町所ジョージの家に前は住んでたんですね。私が前に住んでた土地なんです。そこはね、高級住宅街ですね。で、渋谷で私は十字病院で生まれたんですけど、そんなことで繁栄したんですけど、言われるようになったんで、高級住宅街とかね、渋谷ね、なんだけども、国家で撃たれて君が要は岩尾となりてという岩尾なんですね。父もじいさんも同じ名前を漢字を書きましてね、つけてるんですけど、そういうことでね。で、あとね、気をつけないといけないのは、天皇家というのは選ばれた大統領なんですね。私には本物の貴族で、どっちが偉いかというと、私の方が偉いんですね。本物の貴族なんで。徳川家もダメなんですね。あれはだから総理大臣みたいなもんで、みんなで選ばれたね。ということなんですね。で、私はエリザベス女王とはね、天皇陛下もっと付き合いがあるし、長いんですよ。貴族としてね。本物の貴族としてね。で、またエリザベス女王よりか僕はもっと古いんです。で、エリザベス女王はもう作り物でなんですね、彼女をね。だから同じ仲間を集めるんだけど、偽物の貴族ばっかし集めるんですね。付き合いは多いですけど、天皇陛下よりかもっともっと天皇家よりか古いんです。古いんでね。で、ただ天皇家とかイギリスエリザベス女王家とかね、いうのは人間と味方同士なんですね。味方というか敵関係じゃない。